お疲れ様です。ありがとうございます。すぎちゃんの口がダブルになってるのが好き。なってますね。かわいいです。すごいなんか大きいの。はち、なんだろう。なんですかね。早く。ああ、ありがとうございます。すごい。8周年？え？なんだろう。え？ あ、大学大生もありがとうございます。はい、お星様とか、そちらもありがとうございます。すいません。君には抱っこしてるのは、ネズミさんですね。はい、ネズミ年の、そう、2020年のクラフトホリックさんなんですよ。はい、そうなんです。今日の自練習は、はい、終わりました。はい、なので、そうでも明日はですね、朝、今日早くからレッスンとかリハーサルがあるので、はい、今日はちょっと早めに休め、はい、寝れたらなと思っています。はい。台本になれたかな？台本になりました。はい。何回かなりましたね。はい。ああ、助け出してくれてありがとうございます。本当に。嬉しい、優しいですね。ちっこいネズミちゃん。はい。小さいネズミちゃん。抱えてるです。今日も髪や。あ、ツヤツヤですか？やったー。ここに休んでね。ありがとうございます。明日はそうなんですね。早めですね。スケジュール通りに。はい、割と行けたかなと思います。はい。メントが。こんばんは。ありがとうございます。そうですね。東海ももうちょっと近づいてきて。すごい。すごい。8周年のかな？すごい。ありがとうございます。800日？ 800 いってるからってことですかね。すごい。ありがとうございます。こういうのもあるんですね。はい。サーパニャンでございます。あ、いとこや応募も嬉しいです。ありがとうございます。そう、東海もね、明後日ですね。楽しみです。でもなんか、そう、それで、今回のシングル最後になっちゃうので、ちょっと寂しいなっていうのもあるんですけど。思いっきり、はい、楽しみたいですね。一緒に楽しんでいただけたらなと思います。私なかなか、本当ですか？難しいですね。昼寝。あ、でも昼寝はね、集中できない時だけちょっと休んだ方がいいですよね。もうすぐ時計ですね。ですね。あ、ショールームさんが8周年って。あ、なるほど。すごい。なるほど。そういうことですね。すごい。なるほど。ね、寂しいですね。でも寂しいと思っていただけて嬉しいです。その日一日の予定は、そうですね。ざっくりでも今日は立てたりしてから寝てますね。もう、なんか、そう、それ通りに行かない時もありますね。はい。ご参加楽しみです。あ、ありがとうございます。嬉しい。ですよね。楽しみですね。そう、ニットです、今日も。ヒートテックも着ています。綺麗な色ですか？本当ですか？青色はあんまり着ない気がします。はい。あ、プロモガールプロジェクトさん。あ、ねえ、あのねえ、あの、教えてくださったのはツイッターさんで、ありがとうございます。はい。ちょっとね、受けれるかどうかはちょっとわからないんですけれども。ね、結構そうなんですね。やっぱ、そういうの結構そうなんですよね。厳しかったりするんですけど、受けれたらいいですよね。ありがとうございます。考えてくださって優しい。今来てくださった方もありがとうございます。先ほど対戦。すごい。結構でも、いろんな方と、ね、当たれて嬉しいですね。ミジさん、明日で10周年。おー。
なおさんとあのエゴさんが、そうなんですね、すごい。あ、あさっての5部6部で、あ、久しぶりに嬉しいです。最あさあ、ちがこさんとのあのあれですね、あのスキャンダラスに行こうの衣装を着させていただく日ですね。ありがとうございます。早すぎて、大丈夫ですよありがとうございます。来てると思うよって、あー嬉しい。スキャンダラスに、いやもう赤だったね。そうですね、ちかさんが青色の方で、そうなんです。あ、初見の方もありがとうございます。こんばんは。癒され、本当ですか。ヒートデックの季節、そうですね、ヒートデックもちょっと着てます。はい、そう、ヒートデックで最初体ちょっと温まではヒートデック着て最初踊ったりするんですけど、すぐ暑くなって脱いじゃいますねはい、プラスさんもそうですね、なかなか難しいんですけどね、また出させてもらいたいですね。うん、確かに愛知スカイクスポさん海ね近いですもんね。どうぞ旅行をまた抜かしてくださいね。ありがとうございます。そうですね、今日なんか日曜日ぐらいからさらに寒くなるみたいな、お母さんからそう聞いたので気をつけなきゃですね。唐揚げ麺食べて満腹、あーいいですね。私はメールでも返してもらったんですけど、魚バーグ食べました。はい、お鍋もいいですね。さて YouTube から、あ、ありがとうございます、楽しみです。さて YouTube で体調管理バッチリ、あー体調管理も嬉しいです。私もちょっとね、最後に油断しないように気をつけます。てかこさんとですか、でも1歳、21だろうね、うん、1歳で1歳な気がします。ちかこさんめっちゃ大人っぽいですよね、すごいなって思います。はい そう、ヒートテック汗だくで、そうなんです、なっちゃいます。半年ぶりのスカイキスポさん、おー嬉しい、ありがとうございます。本当にメイク、あ、そうなんです、今日ちょっとだけ切りました。あ、そう、伸びてきたってね、昨日話してましたよね。そう、特会前に切ろうと思って、今日ちょっとそれにし終わって、はい、あの、そうなんです、ちょっと切りました。はい見てください、幼稚園成人式に出席しましたね。あ、ねえ、あの、ツイッターさん見ました、私もねえ、すごいいいですね、似合ってました、着物、着物ですよね、着物、うん、え、着物じゃないな、え、何でしたっけ、着物で合ってますか。久々ですよね、ちかこさんとは。手を挙げた方が免疫力が上がる、ん、あれヒートデック正解でしょうね。あ、そうなんですね、体温上げた方が、あ、でもやっぱ冷えてるのは良くなさそうな気もします。なるほど、味噌おでん、食べたいいや、シートコスプレはヒートテックの極端着込んでね。そうですね、私はなんかそう、結構あの代謝がすごい良くて、あの、汗かきやすい方なので、そう、大丈夫かなって思うんですけど、着てた方がいいですかね。私寝が眠られません。あー、でも昼寝とかね、ちょっと寝るときはまだね、いいかもですが、あの、夜寝るときは寝布団の方が良さそうですね。ブルーもピンクも、お、ありがとうございます。そう、ヘアピンはピンクです。キャンセルに、はい、切れました確かにこの前の時はすごい、はい、今、そう、座らせてて、
焦ってる時に着るのはダメですね。あんまりちょっと長いかなと思うぐらいでやめといた方がいいなと思いましたはい、じゃあ明日も頑張ります。ありがとうございます。嬉しい。ライバルと、乃木坂の方、乃木坂46さん、そんなありがたいですね。うん、いい感じでパツン、ありがとうございますユニクロさん、あーヒートテックね、いいですよね。ユニクロさん一度体温一度開けると免疫力が何倍か上がるそうな。でもやっぱ冷えるのはね、あれ冬は特にね、確かに危険な気がするので、一度だけでもそんな免疫力が上がるんですね。パーカーでも、油断は禁物ですねお疲れ様です。ありがとうございます。なんか感情も関係してね、されてそうですし、皆さんも気をつけてください。はい、羽織れるものとかね、カイロはいらないですかね、さすがに。どうだろう、もうカイロあった方がいいのかなどうでしょうか。カイロみたいなこと、癒されますか。そんなありがとうございます。島村さんも、ありますね。あ、でもそうですね、島村さんも大阪にいた頃はなんか言ってましたね。はい、東海の髪型は、はい、出てきそう、決まっております。そうなんで、髪飾りも、はい、あるので、髪姿かっこいい、ありがとうございます。焼きそばのことの定番ですか。キャベツ、キャベツ入ってます。あ、レタス、どっち、あ、キャベツだ。うん、そう、豚肉でしたかね。うん、美味しくないですか。それ見てた、ゴーデルのレトリバーちゃんがピットしてくれました。最高ですね、いいな。お願いしていきますね。ありがとうございます。うん、朝5時起きですか。すごい、めっちゃ早いですね。すごい、わー。でもそうですね、私もそのそう、結構公演の日とか遅かったり、寝るのが遅くなっちゃうので、ちょっと遅くなったりしちゃいますね。そう、でも何もない人かは8時とかですかね。はい、今日も私たちと緊張して体温5度も、本当ですか。たださ、私もそうですね、あんま行ったことないです。コンビニにヒートテックがあるんですね。あんま知らなかったです。いいですね、ちょっとね、忘れちゃった時とか。うん、さて、ありますね。ありがとうございます。嬉しい。もやしを、ああ美味しそう、もやしも。ああ、あれ、これはクロミちゃんですかね。境のロフトさんで、はい、4階ですかね。ね、で、SK48 とクロミちゃんと コラボしたポップアップショップさんが、はい、そうなんですよ、開催していただけております。26だから、今日は今日からですね。はい、ありがとうございます。
638日もありがとうございます。嬉しいです。クリスマスツリーあんまり見てないですね。まだイルミネーション見ました。はい、読書の秋あんまり読んでないです。いやうん、上からこうやってクルミちゃん見に行くんだ。ありがとうございます。嬉しい。衣装も展示にねしてくださってますね。ありがたいですね。今日は、あ、間違えました。明日ですね。今日25だからすいません。26は明日、すいません。明日からでございます。はい、明日から開催で12月1ヶ月間ですね。12月26日までポップショップさん開催していただきます。はい、うん、試験勉強、あー、応援してます。はい、ファイトです。あー、すごいびっくりにゃん、すいません。はい、明日ですね。明日でございます。だったら、はい、あの公園とか、はい、とかで来ていただいた時とか、ポップアップショップさんの時に行っていただけたらなって思います。ありがとう、ありがとうございます。こんばんは。うん、来週いてくださるんですね。ありがとうございます。はい、1481の方もありがとうございます。スカイノバさんの4階がロフトになるの初めて知りました。そうです、栄えのおばさんですね。4階でございます。それでは、はい、今日もオートタイムさせてください。お疲れ様です。ありがとうございます。じゃあ、音量チェックさせてください。じゃあ、カチカチって、そう、多分マックスなんですけど、一応確認させていただきます。カチカチって音がうるさいので、皆さん音量注意してください。うるさいですね、多分。じゃあ、上げてみます。いきますね。大丈夫でした、音量。はい。もう音量は大丈夫なので、皆さん好きな音量に今、はい、していただいて、曲を入れさせていただきます。今日は、前に、そうですね、何回か歌わせていただいたことがある曲なんですけど、はい、久しぶりに歌わせていただきます。何行でしょうか。はい、曲が入りました。お待たせしました。皆さん好きな音量にしていただけましたか。どうでしょうか。ちょっとそうですね、今日はちょっとあんまり声出るかちょっと不安ですが頑張ります。そう、お仲間さん待ってるのちょっと難しいですね。どうしようかな、うまいこといけますかね。ちょっと久しぶりなのでちょっと慣れてないです。こういう感じでいけばいいかな。はい、じゃあ行きたいと思います。頑張るのでよかったら聞いてください。お決まりですか。ありがとうございます。じゃあ、はい、聞いてください。どうぞ。
これって巻き戻しができないのかな。あれなんだ、あ、巻き戻しできない。なんか変になりましたよね。バグりましたね。振り回されたってあ、なんかね、変になりましたね。おばちゃん、なんかもったいない感じになっちゃいました。あー、やだーなー、ごめんなさい。どうしよう、急に止まっちゃいましたね。あー、ごめんなさい。え、なんかこんなこともあるんですね。嫌ですね。なんでだろう、なんでだろう大丈夫ですか。あ、大丈夫、あの、調査ネームありがとうございます。そうですね、これってあれですよね途中からとかできないんですかね。ねえ、ゆずさん優しい。あ、それか、あれなんですよ、あの、さっき曲調べたときに、このバンドワゴンさんのこの曲、バンドワゴンのこの曲がフルとはテレビサイズのやつもあって、それだとそれはなんかそう2分半ぐらいだったんですよ。それもあるんだって今思ったんですけど、それでもそれでリベンジしようかな。ねえ、せっかくなんか生配信らしいですけどなんか変になっちゃいましたね。わかんなくなっちゃいました、私も。今どこか最後あるんですかね、ワンハーフって。そう、あの、やったことないんですけど初調整なんですけど大丈夫ですかね。初めて聞いてくれるあ、本当ですか。ちょっとやってみます
どこでどうするんでしたっけ。これはあれ久しぶりどこで曲よ。こういう場合はどうするんでしたっけ。どこだっけ。再選曲ってありました。ちょっとはい、それだったら長さ的にも良さそう。最後の辺とかあるんですかね、あの盛り上がるところとか。どうだろう。あ、テレビサイズありました。2分半です。じゃあ、はい、ちょっと歌えるかわかんないんですけど歌リベンジ、はい、させていただきます。ちょっと、はい、今日はうまくいかなかったので。ちょっと歌えなかったらごめんなさい。多分一緒ですよね。2番がないはずなんですけど、ちょっとやってみます。はい、チャレンジ横にゃん、いきまーす。どうぞ。始まっちゃった。早くにもできなさそうです。ごめんなさい分かんなかったです。あ、でもバグもね、分からなくてよかったです。2分半バージョン、テレビサイズは初めてでした。イエーイありがとうございました。2回も聞いてくださってそうですね、やっぱこんな感じ、ね、この感じの尺なんですね。初めて知りましたね。これが気に入りました。おー嬉しい、ありがとうございます。あ、ありがとうかな、あの、あーっていうところ多分そう出てきたんですけど入れなかったですね、そこごめんなさいはいどうしてあーよかったです、ありがとうございます。はい、でまた他のリクエストもちょっとそうですね、さっきやってたの練習とかもあるので、ちょっとあのあんまり知らない曲とかはなかなかちょっとすぐお答えできないかもしれないんですけど、はい、ではできるだけ、はい、そちらもお答えさせていただくように頑張ります。ありがとうございました。あ、バンドアガン、あの調べました、あのなんていうんですか、あのあーなんていうんですかあの楽器すごい演奏してこう列になってこう
あるじゃないですか、外国とかで。それの、あの先導に立ってる人ですよね。あ、ありがとうございます。ギさん、ありがとうございます。はい、じゃあ今日も発動させてください。あとの曲でした、本当ですか、大好きですよ、ありがとうございます。え、マーチングバンドはちょっとわかんないですね。はい、今日の発動は、え、なんでいい笑顔の日でしたっけ、ね、いい笑顔の日で合ってますか、今日。そうですよね、多分発動準備。小笛隊って言うんですか、ちょっと漢字が合ってます。あ、いい笑顔の日ですよね、にっこ、25にっこり。あ、なるほど、じゃあ満面の笑みで。いい笑顔って、あ、じゃあ笑顔もなんか段階があるじゃないですか、だからだんだんあの満面の笑みになっていきたいと思います。はい、どれが皆さんにとっていい笑顔か、ちょっと、はい、やっぱそれぞれあると思うので、ちょっとずつじゃあ満面の笑みになっていきますね。鼓笛隊、あ、鼓笛隊っていうんですね、はあ、難しい。はい、ありがとうございます。キラキラスマイルですね、ゆずちゃんの。じゃあ、はい、今日の発動もいきたいと思います。皆さん受け止めてください。あ、飛び級笑顔から始まるんですか、なんか最後満面の笑みの方がいいかなと思ったので、じゃあ、あ、そうですね、 10% から始入ります。じゃあ最後 100% で、じゃあいきます。ちょっと今日は片手ですが、よろしくお願いします。よこにゃーん、よこにゃーん、よこにゃーん、からのいい笑顔の日。あれ、女性になったの分かりましたか、これ 100% です、最後。え、分かりましたか、最初の辺ちょっと、はい、 20% ぐらいとか、ちょっと分かりましたかね。早かったかな。こんなのあるやんって今考えました。はい、この笑顔、はい、あれ、20と100で言いました、あれ。難しい、間が。早かったかな。 450% ですか、いきますよ。難しい、これなんか口開けた笑顔かなと思ったんですけど。大丈夫かな。はい、ありがとうございます。今日も変化が起こりません、ごめんなさい。2661の方もありがとうございます、本当に。はい、高低差が、え、ありました、本当ですか、ツッコミですか、ツッコミなかなかできないんですよね、はい。難しいですよね。ちなみに最後の、最高の笑顔、ああ嬉しい、お待ちしています。はい、 Thank you、 ありがとうございました。はい、じゃあまた明日、そうなんですよ、朝、そう、朝早くからレッスンとリハーサル頑張ります、頑張りこう。明日も配信させていただくので、よかったら見に来てください。明日金曜日、はい、あの金曜日も一緒に頑張る子。ありがとうございました。ゆっくり休んでくださいね、皆さん。ありがとうございました。おやすみ、おこにゃーん。明日もまた会えるでー。ありがとうございました。
ではかー。